げられた人々スタスキー前回の続きからですおまけにワーニャお前さんまで一緒くたになってさ今更お前さんからこんなひどく言われようとは案外だったね。 今日まで長いことかわいがっていたのになんで今更「はっはっは」じゃあお前は何を望んでいたんだまったく考えてもごらん。ここじゃ何で暮らしが立ってゆくんだすってんてんになりなけなしの小銭も使い果たしかけているんだぞ。今さら、バルコフスキー公爵のやつんところへでも出向いてこいと言うんじゃあるまいな。え 泣きつきつにさ。公爵と聞くと老妻は恐ろしさのあまり身を震わせ始めた茶さじが彼女の手のひらで小皿に触れ合ったりガチャついたいや冗談ごとでなく「意置の悪いしつこい快感を胸の内にたぎらして有名の夫はしゃべり続けた。 お前はどう思う思ね、ワーニャ実際わしが出向いた方がいいんだろうなシベリア組んだりまで行くなんて手はないやねそれ明日は一丁ちゃんと着込んで紙には櫛を入れたなでつけずんとめかし込んでさあんなドレえながまっさらなワイシャツを支度するそれからデントスマートな手袋を仕入れ いよいよ公爵閣下のお宅に三上の段取りさ。あなた様、公爵閣下様、ご恩人様、命のご親戚様、お許しお聞くだされませ。お望みくだされませ。パンの耳鳴りともやってくださりませ。家には女房や子供たちが。とこう言うんだろう。アンナドレイブな、それがお前の。 お望みななんだろうなあなたってば私何も欲しくありませんよさっきは何気なく申し上げたまでですもし何かお気にでも触ったんでしたらご賞だからそう責め立てないでください」と言って彼女はいよいよ恐ろしさのあまり身を震わせた私はこう確信する つまりこの場の彼の心は憐れむべき妻のおの,ののきや涙に出くわして相当の痛手をこうむり歪みきっていたのであるまたこうも確信する彼の心の痛手は妻のそれと比べようもないほど大きかったこうしたことは正直極まりない人々には得てして起こりがちのことで それがまた神経の細い人たちにあっては心がいくら善良だからといっても自分一個のイコ通りや悲しみからする自己狂楽につい引かれてしまい罪とがもない他人を恥ずかしめてまで何とかして思いのだけをしゃべくろうと試みるのであるとりわけそれは一番身近の人々に行われるのが常であって 一例を夫人にとれば時たま自分こそは恥ずかしめられた不幸者だとこう思い込みたがることがよくあるそのくせ一度だって恥ずかしめられたこともなければ不幸なこともないのである世の多くの男性もこの例にある女性に似通ったところがあるそれで言って 案外、弱々しくもない男性にこの似通ったのが多い。さて、老人はいさかいのようを覚えたものの、ご自身、やっぱりこの欲求から抜け出さんものとももだえるのだった。忘れもしない、そのだけ私の脳裏にある考えが浮かんできた。もしやすでに、この以前、老人は、アンナ・アドレイブなが、 夢にも思わぬ何かとんでもないことを事実上やってのけてしまったのではないのかしらおそらくひょっと思いついたまま本当に那覇愛車のとこにでも出かけたのではないのかしらそれとも考えようによっては何かにつまずきでもして彼の計画を台無しにしてしまいありそうなことであるそこで屈辱を受け 気をイラつかせて家に戻ったとするさっきまでの自分の希望や感情に赤っ端を覚えて弱々しい己に対する憤りを当たり散らす相手を探し求めるそうして選び出すのが自分と最も似通った希望だの感情の持ち主なのではあるまいか多分彼としたところが 娘を許してやろうと思いつき心の内では不幸なアンナ・アンドレーブナが歓声を上げるのをきっと思い描いていたに違いないそれが砂鉄をきたしたものだから言うまでもなく真っ先に彼女に八つ当たりの段となったのであろうけれども驚きのあまり目の前に縮み上がってしおれきった妻の様子を見ると 心を動かされでもしたのか、自分の憤りを恥じらいでもしたのか、一瞬ちょっと腹の虫を抑えた。私たちはみんな黙り込んだ。私はなるべく彼の顔を見ないように努めたものの、こんな状態はそう長続きするものではない。どっちみち爆発するか。 呪いの言葉でも飛び出るかに決まっている。なあワーニャ。ふいと老人が言った。わしは言うのも嫌だし言いたくもなかったが、こうなったからには何でも腹に含まないで開けっぱなしに、話さ、ならんよ。まっとうな人間としてな。どうだ、わかるかい、ワーニャ。 お前が来てくれたのは嬉しいさ。だからこそお前の前でな、誰にだって聞こえるような大声で言いたいんだよ。こんなくだらん揉め事や、ため息だの涙など、不幸は一切、わしはうんざりしちまったんだ。一度血の涙で心の内からむしり取ったものは、もう二度と心によみがえりはせんよ。そうなんだとも。 わしは一旦言い出した以上きっとやってみせるぞ。わしは半年も前のことを言っているんだ。わかるな、わーにゃ。それについてゃお前がわしの言うことを取り違えないように本当にはっきり腹を打ち割って話すぞ。彼はこう言いながら血走っした目を私に差し向けるとさらにそれを驚ききっている。 妻の顔へと転じたもういっぺん言っとくがこれは実にくだらんこったもうたくさんのことだ気色に触るのはわしをバカか最下等の卑劣感扱いにしてから弱気のあさましい根性持ちだなんぞと誰も彼も飲み込み顔のことだ何だい悲しみのあげく わしが気でも狂うかと思っている。バカバカしいわ。わしは昔の気持ちなんぞ。捨てちまったぞ。忘れちまったぞ。わしに何の思い出があるもんか。え、そうさ。そうともさ。そうなんだ。彼は椅子からガバと立ち上がると拳を振るってテーブルをどんと叩いた。茶碗がガチャンとなった。